どうも。今日はですね、先日東京の不動産をいろいろご案内していただいた山下さんと、日本の不動産の今後についていろいろ対談形式でお話をしていきたいなというふうには思ってはいるんですけど、まあホットなお題として、はい、山マンションを使った相続税対策になんかメスが入るみたいな。要はあれって、まあ、知らない方のために少しわかりやすく言うと、要はその相続をするときに、まあ、1億円の価値があった場合、まあ、1億円の価値ですよというふうに見なされて、そこに対して相続税がいくらですよというふうに計算がされていくんですけど、タワーマンションの場合は価値としては1億あるけど、ただ小さな土地にマンションがいっぱい、部屋がいっぱい上に伸びちゃってて、だから路線化として見た時の価値が、本来市場価値は1億くらいあるのに、路線化で見たら3000万円くらいになっちゃってて、でだから3000万円で相続されますよみたいな評価をされる、だから相続税が下がってましたよっていう話ですよね。それについて、いわゆるその税務署というか国税がもうおかしいよねみたいな、いや市場のマーケットでは1億で取引されてるのに、路線化で3000万で評価されてることを、市場で1億で評価されてるのであれば、まあその通りのように評価をして相続税をかけましょうよみたいな話ですよね、はい、相続税対策でタワーマンションを買われてた人がいるのも事実だとは思うんですけど、相続税対策としてタワーマンションが買えませんよっていう風になった時に、今後タワーマンションの価格っていうものは上がっていくと思うのか下がっていくと思うのかっていうところで言うと、個人的な見解としては、まあ租税の公平性というものでそのタワーマンション節税みたいなものが見直されるっていうのは、まあ正論かなというところではありますし、じゃあこれが実情の売買で反映されてくるかというと、まあ結構限定的な立ちかなと。まあ、どちらかというとタワーマンションというのはフロントサービスとかそういったところに付加価値を見出されて売買されることの方がやっぱり多いので、やっぱり富裕層実際住んでっていう方の方が比較的多いかなというところはあるので、その辺は売買価格にはあまり影響はないのかなというふうには思います。今後でもその日本の不動産市場って、まあ、今コロナが終わってこう経済が元に戻ろうとしている中で、はい、日本の不動産市場っていうものは上がっていくと思います、はい、それとも下がっていくと思います？これに関しては、まあ、最近よくメディアで騒がれている金利の影響はあるかとは思うんですけども、まあ、買われるものは買われるし、買われないものは買われないのかなと、まあ、結構きっちり差が出てくる市場になってくるのではないかなというふうに思いますね。いや、その金利が上がっていけば上がっていくほど、はい、今日本人からしてみたら、まあ、支払う金額は増えてきてしまうから、はい、日本人が買うような物件に関してはなかなかこう物件は上がりにくい価格としては。ただ金利がこう関係がないような人たち、はい、外国人なんかはローンを組んで買うわけではないので、はい、まあ、そういった外国人が好むような物件に関しては上がっていくみたいな。そうですね、リーマンショックのあと2011年から2013年ぐらいまで顕著だったんですけども、海外投資家の方がキャッシュで買われて、そこら辺で買われた方が2020年前後ぐらいで結構高値で売り抜けられて、まあ、2倍ぐらいになって儲けた方も結構いらっしゃるのが実情ですし、海外の方は金利とか関係なかったりもするので、なんかそのこの間ちょっと不動産の調査が先で、それに合わせてちょっとついでに YouTube の撮影もした、北海道と沖縄をちょっと行ってたんですよ、先週先々週行ってて、まあ今やっぱ外国人が本当にすごいんですよね。僕個人的にはですね、今後不動産の値段が上がっていくとしたら、この北海道沖縄、あとはまあ東京のホテルコンドみたいな物件、この辺りがものすごい勢いで上がっていくかなっていう気はするんですよね。今円安が1ドル100円だったものが140円とか、まあ、一時150円くらいまで行ったじゃないですか。これって外国人からしてみたら、まあ、今日本の不動産ってまあ大バーゲンセールみたいな感じじゃないですか。で特にその北海道沖縄なんかで行ったら、やっぱ観光客の方もすごく多いから、その住居とかがこう売れていくというよりは、まあ、もうホテルコンドですよね。で自分で、まあ、そのホテルの一室を購入して、まあ、そこが自分でも利用できる
るし、使ってない時にはホテルとして貸し出せるみたいな状態で、その収益が自分にも入ってくるっていうものに関しては、まあ、外国人を中心にものすごい売れるかなっていうイメージはあるんですよね。で実際に今建設中のニセコで物件があるんですけど、まあ、アマンってホテル、まあ、高級ホテルがあって、まあ、ニセコで今作ってて、多分来年オープンすると思うんですけど、それ全部ビラタイプの物件というかホテルなんですよ。一部屋一部屋が、でその1ビラかな、1ビラが、安いもので18億とかするっていうんですけど、でもまあまあ売れてるんですよ。なるほど、うん。で今あと何部屋残ってるか分からないですけど、僕が調べた時には全部で売りに出てたのが18ビラあったんですけど、で最終的には追加してて28くらいまで行くとかって言ってましたけど、18ビラ売り出してて残ってたビラが2部屋くらいしかなかったんですよ。なるほど。今でももしかしたら追加されててもうちょっと販売されてるビラがあるかもしれないですけど、古い情報なのでちょっと今 また変わってるかもしれないですが、でもものすごい売れてるんですよね、18億で。誰が買ってるんですかっていう話をしたら、香港とか中国とか台湾の人たちで、結局、まあ、円安でだいぶ安くなってるし、で自分たちもアマンのホテル利用できるし、使ってない時は貸し出しができるし、でニセコだから稼働率はすごくいいですよみたいな状況ではあると思うんですよね。でこれ日本人の感覚になかなかないと思うんですけど、何年か前にニセコにうちの会社の社内でワーケーションっていう形で1週間くらい行ったんですよ、はい、その時にまあホテルコンドを借りたんですけど、いわゆるその普通のホテルみたいな部屋ではなくて、まあ、平米数で言ったら200平米とか300平米くらいあるような感じで、まあ、3ベッドルーム4ベッドルームみたいな、でキッチンある、お風呂ある、洗濯機あるみたいなホテルが結構北海道全体ではそういったものがトレンドになってて、一泊普通に80万とか100万とかするんですよ。もうものすごい高いんですよ。ええみたいな金額、誰がこんなの借りるねんっていうのが多分日本人の感覚だとは思うんですけど、そのレベルで予約取れないんですよ。なるほど。全く取れないですよ。で実際この間北海道行ったんで、その以前僕たちが泊まった、あそのワーケーションで利用させてもらったアヤニセコっていうホテルコンドがあるんですけど、東急さんがやってるホテルコンドで、まあ、外国人ばかりなんですよ。もうホームページもそもそも英語になっちゃってるし、メインが、はい、でフロントも日本語が喋れる人がいないんですよ。英語しか喋れる人がいないっていう、あとは中国語みたいな感じになってて、それで今7月なんですけど、来年の宿泊料金がどれくらいなのかなっていうのを調べたくて、ちょっとホームページ見てみたんですよ。来年の1月2月もう予約で全部いっぱいです。全く空いてないんですよ。1部屋100万とか超えてくるのに。なるほど。って考えた時に、じゃあニセコのアマンの18億のビラも、まあ、おそらく一部屋100万とかで出すんでしょうけど、まあ、もう予約でいっぱいで予約が取れないっていう状況を考えたら、まあ自分で持って自分でも利用できるし、使ってない時は貸し出したらいいよねっていうふうに外国人が発想するのは、まあまあそりゃそうだよねっていう話ですよね。私も3年前クライアントからニセコで賃貸マンション探してくれないかというふうな形で探してみたんですけども、本当インターネット上で探せるものはほとんどなくてですね、手を伝って業者さんに何件か電話して確認して、やっと1件あったような形で、それももう表には情報出さないでも全然決まるからっていうようなお話もあって、ブランドってすごいなというところでした。そうですよね。まあ、だからあとはもう、あ沖縄も今多分そんな感じなんでね、沖縄もこの間ちょっと行ってきた、マスクも私たちも行ってきたんですけど、まあやっぱ今すごい外国人が多い、でやっぱこうホテルコンド的なもの、まあ、いわゆるビラみたいな感じになってて、プライベートプールがついてて、で海見えますみたいなっていう物件に関してはもうやっぱり億単位の金額がするんですけど、でもじゃあそれを自分でも自己利用できるし、使ってない時はホテルみたいに貸し出せる、でその収益が入ってくる、でさらに円安になってるってことを考えた時に、外国人からしてみたらもうバーゲンセールみたいになるので、当然じゃあ人気が出るか出ないかで言ったら、やっぱ人気が出るって考えるのが普通なのかなと思うんです。最近、まあ、いろんな経営者の他の経営者の方とかとお話ししてもでも沖縄に出店をもう今年中に見込まれてたり、もうすでに出店されてたりっていうお声がすごい多
くてですね、やはりそのブランドとしてかなり魅力的だというところもあって、ね、はい、なんかもうやっぱ高級ホテルもどん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 沖縄には進出はしてきてますし、はい、今後、まあ、為替次第っていうのもあるとは思うんですけど、為替が円安に振れれば振れるほどやっぱ外国からの投資マネーは流入しやすくはなるので、円ベースで見た時にはどん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 金額っていうものは上がっていくとは思うんですよね。で、上がっていく背景としてあるのは外国人が持ってて外国人が転売を繰り返すってなってくると、彼らは円ベースでは見てないですよね。で、結局自分たちの自国通貨ベースで見てるから、それが仮にドルだとした場合に、いや当時じゃあ100万ドルで買いましたみたいな状態になってて、で円安でどん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 円安になってきますってなった時に、その円の状態は無視して、でじゃあそこから自分たちで儲けを取ろうと思った時に、じゃあ120万ドルにしますみたいな話になってくるから、いやその時の円換算でいくらですみたいな話になるので、当然じゃあ円ベースで見たらすごい金額で上がっていきますよねっていうことですよね。それがもう沖縄でも起こるかなとは思うんですけどね。で、あとは東京もそんな感じですね。なんか最近で言うとアマンレジデンスが虎ノ門かな、売り出されてますよね。200億とかなんか恐ろしい金額で、あれももうアマンレジデンスなんでホテルコンドではないですけど、まあそれに近い状態ですよね。もうホテルのサービスも利用できてみたいな。あれでも貸し出しでできるんですかね、アマンレジデンスって。でも多分貸し出しができるっていう話だったら、まあもうほとんどニセコとか沖縄と同じような考え方で外国人の投資家が買ってる可能性は高いですよね。エルメスと一緒ですよね。あの価値があるもの、値崩れしないものにはやっぱりそれなり魅力が出てきて、あの海外の人からしてみても今エルメスであれば間違いない、日本であれば車であればトヨタであれば間違いない、不動産であれば三井不動産、野村不動産とかであれば、まあ、ディベロッパー1、2、まあ、間違いないと。そうなんですよね。